アイアシアター東京は、東京都渋谷区人南にあった劇場である。座席数830席。旧渋谷マッスルシアター。2015年3月21日から、一般社団法人日本2.5次元ミュージカル協会により2.5次元ミュージカル専用劇場、アイア2.5シアター東京として運用されていた。 2004年4月から2006年9月まで横浜赤レンガ倉庫近くの横浜市の私有地を借りて興行していたミュージカルマッスルミュージカルが移転2007年4月21日に専用劇場渋谷マッスルシアターとして国立代々木競技場の一角の渋谷プラザに開館した全830席の劇場にモンスターズカフェを併設 マッスルミュージカルのオリジナルグッズ販売も行っていた。2011年5月20日、防災上の問題点が渋谷区より指摘され使用禁止となる。それに伴い、渋谷マッスルシアターでの公演がすべて中止となり、その後の経緯の説明も改修工事を行ったという、発表もなく放置され、そのまま閉鎖となった。さらに11月11日、 マッスルミュージカル運営会社のデジタルナイン及びモンスターナインによる自己破産でマッスルミュージカルも終了となり渋谷マッスルシアターはそのまま秋劇場として放置されていた2012年9月15日女性向けアパレルブランドとパズルゲーム雑誌出版を展開するアイア株式会社が購入しアイアシアター東京として開館オープニングイベントは エグザイルの USA がプロデュースした舞台アイア・プレゼンツ・ EX ・ショー2012ダンス・アース・プロデュースト・バイ・エグザイル US ・ USA 2014年8月27日一般社団法人日本2.5次元ミュージカル協会が翌2015年3月中旬により1年間専用劇場アイア2.5シアター東京として運用することを発表した2016年 2.5次元ミュージカル専用劇場としての使用を2017年4月末まで延長することを発表。アイア2.5シアター東京を2017年2.5次元ミュージカル専用劇場としての使用を2018年4月末まで延長することを発表。2020年の東京オリンピックを控えている都合上2018年6月1日。 同年12月31日で閉館することが明らかになった。また、2.5次元ミュージカル専用劇場としての使用契約は最終的に2018年10月末までであった。閉館後もアイアは劇場運営事業を続け、2019年7月4日、神戸市の新神戸オリエンタルシティ内の新神戸オリエンタル劇場の運営を引き継ぎ、 同様の2.5次元ミュージカル専用劇場、アイーア2.5シアター神戸をオープンさせた。ありがとうございます。